ショパン国際ピアノコンクールはフレデリック・ショパン研究所がポーランドのワルシャーで開催する国際音楽コンクール国際音楽コンクール世界連盟メンバー日本語表記による正式名称はフレデリック・ショパン国際ピアノコンクール第一次世界大戦の終結を経てポーランドが一国家として独立してから9年後に当たる1927年に 第一回大会を開催。現存する国際音楽・ピアノコンクールの中では世界最古とされており、現在はポーランド国立のフレデリック・ショパン研究所がコンクールを主催している。ベルギーのエリザベート王妃国際音楽コンクールやフランスのロンティボー国際コンクール等とともに百五十七年に発足した国際音楽コンクール世界連盟の設立メンバーの 一員となっている。ポーランド生まれの作曲家兼ピアニストで、ピアノの詩人の異名でも知られるフレデリック・ショパンの解釈者を発掘することを開催理念として掲げており、また大会名にピアノコンクールの文言が入っていることもあってか、コンクール自体はピアノ部門のみの開催で、かつ課題曲はすべてショパン作品で占めていることが特徴。スポンサーの多額の資金力によるため、 音楽コンクールの最高峰と目されている。NHK は、ロシアのチャイコフスキー国際コンクール、ベルギーのエリザベート王妃国際音楽コンクールと、共に、世界三大コンクールと称している。19世紀の作曲家だけで審査するコンクールは、これだけである。ワルシャワのショパン像ワルシャワ音楽院のイエジ・ジュラブレフ、教授は、第一次世界大戦で荒廃した人々の心を、癒し、 当時フランス音楽と考えられていた、ショパンの音楽をポーランドに取り戻して愛国心を鼓舞しようと考え、コンクールの創設を思い立った。1927年に第一回大会を開催。第二次世界大戦中に中断があったが、その後5年をきに、ショパンの命日である10月17日の前後3週間に開催されている。旧東欧で開催される国際コンクールが、 21世紀を迎えても続いている稀な例である。共産主義のポーランド人民共和国時代、1955年の第5回コンクールまでの優勝者は、ポーランドかソ連の出身者によって占められていた。しかし1960年の第6回コンクールで、西側諸国出身者1名、イタリア人のマウリツヨポリーニが優勝し、 西側諸国出身者の優勝者が出るようになったのは、これ以降のことである。1975年に本選進出者の数を減らす方針が取られたため、当時の欧州を覆う、経済難とスポンサー不足が影響したことがわかる。2005年から再び本選進出者は10人以上に改められた。1990年の第12回と1995年の 第13回では2回続いて第1位優勝者が排出されないという状況となったが2000年の第14回に優勝者が15年ぶりに選出された2005年の第15回コンクール以降はインターネットで映像がリアルタイム配信されている2020年に開催予定だった第18回は新型コロナウイルスの影響で翌2021年10月に延期された課題曲は すべてショパンの作品となっている。コンクール出場資格は16歳以上30歳以下の年齢制限がある。これも2005年に27歳以下であった制限が2010年に緩和されて今に至る。より好ましい審査のために毎回根本的な見直しが図られている。例えば、かつて24の前奏曲は抜粋演奏にならざるを得なかったが、 この頃はこれを全局通送できるように変わってきた。第1次に、ノクターン。第2次に、ワルツ。第3次に、マズルカを課するルールを2005年にやめたことがあり、批判を受けて元に戻した。近年の審査は、下記の段階を踏まれる。1と2は、募集締め切り後の早期に終えられ、通過した者だけが準備を進めることとなり、三から六は、開催期間中に実施される。 予備審査書類提出、DVD 提出予備予選現地演奏1時、予選2時、予選3時、予選本選ピアノ競争曲1927年、第1回からスタインウェイが公式ピアノとして、舞台で使用されており、コンクールの中で最も長い歴史を共にしている。最初期の開催会では、スタインウェイの他に、ベヒシュタイン、ベーゼンドルファー、プレールの3メーカーのピアノも公式ピアノとして、 採用されていたしかし、現在、校舎の3つのピアノメーカーは公式ピアノとして、コンクールの舞台で使用されていない。1985年代11回から、日本楽器製造と、可愛楽器製作所が、初めて登場し、スタインウェイ、ヤマハ、可愛楽器の3メーカーが公式ピアノとして定着した。2010年第16回から初寄りが公式ピアノに、加わり、それから、 最新の2021年第18回まで、スタインウェイ、ヤマハ、カワイ、ファツよりの4メーカーが公式ピアノとして定着している。過去には、世界的な情勢などによって公式ピアノの数が異なった開催会がある。最も少なかったのは1965年第7回で、3台のスタインウェイだけが使用された。最も多かったのは1990年代12回で、 スタインウェイ、ヤマハ、カワイから計7台が公式ピアノとして用意された。最新の2021年第18回のコンクール規定によると、公式ピアノは運営側から指定するのではなく、メーカー側からコンクール組織に応募し、審査され、決定される。一流のコンサートホールや世界で最も重要なピアノコンクールに少なくとも10年間存在し、他の人や、 団体の権利を侵害していないブランドの楽器は本コンクールでの使用を許可されることが可能。本戦で最も支持の高いスタインウェイ、ヤマハ以外のブランドについてはコンクール組織によって承認されるピアノの総数は3台までに制限されている。これは開催会場の収容能力における制限による。2021年第18回では 演奏者に15分間ピアノを選択する時間が与えられた。一時予選では、スタインウェイを64人が選び、9人がヤマハ、ファツヨリは8人、6人がカワイを選んだ。近年、著名な国際コンクールにおいて、ファツヨリを選定するピアニストが増えていることもたびたび報道されているが、本コンクールでは長年慣れ親しんだハンブルク・スタインウェイの支持率が高い。 スタインウェイ製ピアノを所有するピアニストに一生、スタインウェイ以外のピアノを使用しないと約束させる、スタインウェイアーティストプログラムがある関係とも言えるが、本コンクールに限れば、保守的な出場者が未だに多い状況と評することもできる。ニューヨーク・スタインウェイは選択できないため、アメリカのピアニストは本コンクールに限っては、ハンブルク・スタインウェイを使用することになる。 2010年第16回では本戦に残った8人のうち4人がヤマハ CFX を使用した。ヤマハ選択者が初めて優勝した。2010年第16回ではファツヨリを選択したダニール・トリフォノフが第3位に入賞した。2021年第18回では初めてファツヨリ選択者が優勝した。未だにシゲル・カワイ選択者の優勝者は現れていない。 受賞者のうち上位3名の一覧である。詳しくはショパン国際ピアノコンクールの受賞者を参照。原千恵子が長州の講義で入賞してから日本での知名度が急速に上がり、このコンクールを目指す日本人は多い。ありがとうございます。